こんにちは。こんにちは。今日は、カラーセラピー平野さんをお招きしてラパンの動画を配信していきたいと思います。はい。ハッピーカラーの平野です。よろしくお願いします。マスクをちょっと外していただきたいな。間が空いてるので大丈夫だと思います。はい、お顔が見えた方がいいかな。じゃあそういうことであんまり飛沫しないように、はい、していきたいと思います。はいさて今日お招きしたんですけど実は明日11月からですね、毎月、はい、第1、第3日曜日と第2、第4土曜日に癒やし雑貨月のうさぎラパンさんにて笑っちゃうけど診断をさせていただきます笑わないでください。うちの名前です笑わないでください。丁寧だなと思って、まあ、ラパンで出張で鑑定会みたいなセラピー会をしていただきます。何時からですか。はい、11時から17時になりますので、はい、皆さんお気軽に寄ってみてください。はい、それでカラーセラピーって言っても多分わからない人が多いと思うんですよ。はい、で、まあ、カラーって波動と結構関わりがありますよ ね、はい、私が一番波動だって分かるのが、はい、赤外線とかって赤って書くじゃないですか、はい、あれって多分波長の長さですよね、はい、波長の長さですね。じゃその波長の長さを人間の頭が認識して、はい、あ、この波長の長さは赤とかってこうやってるってことですよね。うん、そう、細かく言うと細かく言うとまたちょっと違うんですか。そうですかね、うん、紫の方が波長が短い短いですね。紫外線の紫は紫ですからね。そうですね、はい、とそうですね、その反射でまた、目から入って判断するので、なんと説明していいか、まあ、そんな感じで波動もやっぱり色っていうのはね関わり合いがあるそうなんで、はい、私今日平野さんに質問があって、はい、あのベッドパッドを変えたいと思ってるんです、はい、よく眠れる色って何ですか。よく眠れる色は水色ですかね。水色やっぱ冷やしそうな感じしますけど、はい、濃くしちゃうと冷えちゃうので、うん、青っていうのはよく眠れる色、不眠症の人とかは青、はい、でもすごく深い色になっちゃうと体を冷やしてしまうので、うん、はい、こういう青はダメってことですか。そうですね、はい、濃くない方がよくね、水色っていうかこれは濃いですよね、うん、明るめのパステルですか。そうですね、パステルカラーの水色だとよく眠れる、はい、青系はよく眠れるので、ちなみにグレーはグレーは体を冷やすかな紺とかグレーとかは。あ、そうなんですか、はい、よくあのコンクリートの打ちっぱなしの建物とか ああいうのはやっぱり冷たい感じするし、そうですね、うん、精神的にもあまりこう何ていうのかな、活力がなくなるようで、体ももし本当にね、あの体冷え性で温めるとしたら、うん、赤いものを身につけると。身につけると。はい、60は赤ですね。赤ですね。ちゃんちゃんこ、はい。あれはちゃんとね意味があってね、体を温めるということで、赤を身につけるとパンツとかね、腹巻きとかね。ちょっと赤って勇気いりますよね。そうですね。見えないところにつけていただくとか、うん、すると体が赤い部屋にいるだけで体温も上がるので。本当に冷え性の人は赤いものを身につけると体が温まる。ブルーか。でも寝るとき私今茶色ですね、ベッドフォントが。あ、結構茶色もパステルカラーの茶色だと、うん、なんていうかな、ほんわりして寝れるんですけれども、うん、やっぱ濃い茶色になるとちょっとやっぱり冷やしちゃったりとか。濃いよ私、はい、私クリーム、クリーム色ぐらいがいいはい、あったかいです。こんな、あ、これあの、はい、リラックスブランケットね、はい、こんな感じがちょっと癒されて、あったかくて、そうなんだ、うん、やっぱりあまり濃くない方がいいですね、茶色でも。パステルカラーっていうのは筋肉の緊張を緩めてくれるので、あ、確かにもう見ると優しい気持ちになれるしね、うん、そうですね、うん、安心しますよね。和室の色とか、畳の色とか、ああいうの
もやっぱり筋肉を一応ほぐしてくれるところでもあるので、そういうところにいると癒されるし、眠れない人はこうちょっと周りにあの枕カバーとかそういうのをちょっとこうね水色にしていただいたりするとよく眠れると言われています。そうなんですか。あとね、私の、はい、まあ、色にすごく密接した関係があるっていう、まあ、私たちも、はい、分かったんですけど、私の知り合いの人で、はい、真っ黒ばっかり選ぶ人がいるんですよ、はいはい、そういう人にはなんとこうアドバイスしてあげた方がいいんですかね。はい、あの黒が悪いわけじゃなくないんですけれども、まあ意思を通す時は黒でいいんですけれども、いろんな色を全部一緒に混ぜちゃうと黒になる。あ、そうですよね、絵の具でも髪の毛も、ね、うん、そうですよね、黒くなっちゃうと思うんですけど、それだけいろんな気持ちをこう隠している、見えなくしている、自分あいつは隠してるのか、はい、自分の弱いところをこう見せないように覆う色でもあるんですね。あ、なので、まあ強く見せたいとか自分の弱いとこ見せたくないとかそういう人が多いんですけれども、黒っていうのはあの太陽の光とかのいいあの成分っていうか、それを布が吸収しちゃうので体に届かない。なので黒ばっかり身につけている人は、うん、あの体にいいのが届かないので、例えば、トマトで言うと、うんうんうん、青いトマトに黒い布と白い布、赤い布をかぶせたとすると、実験を行ったんですね、育てた、はい、そういう実験をしたっていうような本があって、うん、そうすると、白い色のトマトはちゃんと完熟して美味しい赤いトマトになります。赤い布で包んだトマトは焦げちゃったところで、焦げちゃった、黒くなっちゃって、だからこう冷え性の人にはその温かいのが通していいんです。過剰にいろいろこう摂取できる色なんですね、はい、温かみとか。そうですね、強く強く入る。へえ、黒い布で覆ったトマトはシワシワで腐ってしまったっていう、あいつ腐ってるよのがあって。誰、あいつだよ誰でしょう、であの、あのほら白夜とかある地域ってあります。ああ、はいはいはい、日光、うんうん、あんまり、うん、もうそういうところで半年とか過ごすと、女の人はこう生理が止まっちゃったりとか、それの病気になっちゃったりとか。じゃあとりあえず病んでる人の部屋行って真っ暗だったら全部開けた方がいいですね。開けた方がいいと思う。開けろっつって、赤切ろっつってもう家のカーテンとか黒にはしてほしくない。たまにいますよね、真っ黒で、ね、部屋着で白いんだけど紫とかさ、あのあんまりそういうどうお部屋はやっぱりこうほんわかした色で、あのいろんなちょっと色をちょっとずつ入れてもらった方が、あとお子様とか、あ、子供ちゃん育てる時も、あのいろんな色をよくあの 黒い服着て、うん、子供さんでもあのいるじゃないですか、黒い上下着て黒い待ってください、私黒の上下って言ったらコムサイズムみたいな感じのイメージ。でも親が黒を好きだったらさ、なんかシックなイメージが、ね、子供にもね、そう、うん、そればっかり着ていると、あの情緒が育つのに、やっぱりいろんな色を目に入れた方が、あの育つんですって。子供のそういういろんなあの感性とか、それがずっと黒いものばっかりだとやっぱり育ちにくいらしいので、あのお部屋、子供部屋もこういろんな色を入れてあげたりとか、お洋服もいろんな色をね、あの取り入れてきた方が子供のそういう成長が。保育園ってカラフルですよね、言われてみれば、うんね、こうあのオレンジがあったり、うんうんうん、緑があったりピンクがあったり、うん、そうですね、そういうの刺激を受けて子供がこうあのいろんな感性が育っていくそうなので、特定の色ばっかりは使わない方がいいとあの言われています。例えば服とかって着ちゃうと見ないじゃないですか、はい、下着も、はい、だけどその着てるっていうその色の波動みたいなのを感じて、うん、効果がやっぱりあるものなんですか、自分の体に。自分の体にも効果もありますよね。あの例えばあのその
冷え性の人は、赤とかって言いましたけれども、そのグレーとかあとはこう茶色の濃いものとか、そういうものをずっと着てたりすると黒とかね、そうするとこう諦めちゃったりとか曖昧にしちゃう色なので、なるべくファッションもいろんな色を取り入れて、今日はこう明るいねオレンジで楽しもうとか、だいたいいつもこう紺とか黒とかグレーとかは選ぶな、合わせやすい、合わせやすい、ついそればっかりになりがちなんですけれども、その中にちょっと明るい色を入れてあげたりとか、ピンクでもオレンジ系のピンクとか、桜系のピンクとか、いろんなものを取り入れて、お洋服も決めた方が、で気分も違ってくるので前向きになったりとかするので、色でね、はい、そんなにも違うんだ、はい、いやでもバッグや整理止まってすごいですね、はい、整理が止まっちゃう、そう怖いです、怖いですね、怖いんですって。それであとどっかの、大学かどっかで実験したや実験っていうか実際にあったことみたいですけど、このラグビー部かなんかかな、ラグビー部かなんかの試合 で、片っぽのは全勝なんだってやるたんびに、片っぽのその控え室があって、片っぽの控え室はその青おで、片っぽの控え室はピンクで、ピコンって言った？言ってない、あすいません話しちゃって、そうしたら青とピンク、ね、青のとこは連勝なんだ、20青が連勝なんですか、20戦連勝とか書いてあったのかな、ちょっとこの前読んだ本で、でピンクの方はになったチームは全然勝てないんだ、えなんでピンクの方がね勝ちそうな気がするじゃん、可愛いし闘争心とか、こうやんとしちゃうんだよな、ふわっとしちゃうんだって、えそれはわざとそれやとしてるんだって、自分のラグビー部の中 の、 控え室は青にして、相手方の控え室をピンクかなんかにして、そうするとその勝敗でも違うらしいですよ。あと刑務所で、すごく喧嘩っ早い人が多いところなんかはわざとその部屋をピンクのところにそのピンク色のところに、そうするとこうイライラしてた人たちが30分ぐらいするとおとなしくなってくるとか、色で結構その違いが出るので、喧嘩始めたらピンク見せればいいのかしら。そういうとこにいるとなんか戦う気がなくなってきちゃうし。へえ、色って面白いですね。面白いです。だからこうカップルとか、お部屋とかにもやっぱりピンクに入れると、そういうふうにこうなんつうかな、お互いこうね、好きとかそういうのが。あまり黒とか紺とかの部屋になるとこう多分チーンって出ちゃうかもしれないので、そういうのを取り入れて見ると、すごく、ね、こう癒されたりとか甘えたくなったりとか、すると思います。そうなんですか、前なんかやっぱりお部屋のカーテンはカーテンの色は何ですかって聞いたら、やっぱり黒っていう方がいて、会話がなくなっちゃう。へえ。素直に聞こうとしなくなする気にもなっちゃうので、私が正しいってなっちゃうので、そうすると夫婦でも会話がなくなっちゃったりとかするので、夫婦のお部屋も大事なので、じゃあピンクとか明るい色、黄緑とか綺麗な色ね、そういうのをこう柄に入っているカーテンとかお花を置いたりとか、そういうふうにした方が夫婦の関係も、夫婦の関係、そうですよね、大事、夫婦の関係がいいですね、家庭の環境もね、そうです、やっぱりいいですもんね、みんながいる部屋なのにカーテン黒とかなっちゃうとこうどんよりしちゃいますからね、石を通すときは黒でいいんですけど、あじゃあこれから商談行きますとか、今日は決めるぞって言ったとか、おまけないで行くと、ね、いいんですけど、それがこうみんなの共同の部屋とかにばっかりで覆っちゃうと良くない、そう皆さん分からないもんですね、みんなねこうね
あとちょっと、はい、こんな端的な話だったらないと思うんですけど、多分、はい、皆さん絶対気になってると思うんです、はい、お金持ちになる色って何ですか？お金持ちの色ですね。やっぱりゴールドとか黄色とか、あ、やっぱりこう上を目指す色でもあるし、太陽の色っていうか、金運の色っていうかですかね。金、黄色ね、うん、でゴールドはこの自分がやりたいこととか成功に向けて頑張る色でもあるので、あ、なるほどね、気力も上がってくるし、うん、やっぱり黄色とかゴールド、はい、黄色とオレンジが混ざったりとか、うん、ですかね、やる気と向上心の色なので、金にはちょっとだけ待っててください、つないでてください。どんなセラピーをやってくれるんですか？どんな色塗りとか、はい、はい、いつも塗り絵とかカードとか、オーナメントというものを使って色の色彩心理テストを行っています、はい、選んだ色で、自分の考えていることとか我慢していること、あとは、うん、やりたいことが出てきますので、その色を見て組み合わせを見て今その自分の、心理状態を見ていますので、もしいつも同じように我慢してしまう人や、うまくいかないなんでだろう、気力が湧かないっていうような人がいたら一度色彩心理テストをお試しください。はい、はい、いつもやってます。すいません、今日ちょっと声が大きいです。ちょっともうちょっと静かに願います。はい、はい、はい、こういう場合には何を着せたらいいんでしょうね。こうやってちょっと落ち着く感じ、はい、ピンク落ち着く感じですね、はい、そしたら茶系で、でも水色が多いと人の話をよく聞くですね、うん、水色あんまり着ないですね、水色。そうだね、でもいつもジーンズとか、ね、ジーンズは水色、ジーパンが多いです、青系とね、うん、いつも多いです ね、うん、ね、落ち着く、はい、いつも落ち着くとやっぱりそうですね、うん、茶系と水色とか、茶系と水色、うん、はい、多いかな、着るように、はい、はい、はい、大丈夫です、すいません途中急遽抜けちゃいました。じゃそんな感じで11月から、はい、はい、11月明日から、はい、行きますのでよろしくお願いします。ちなみに、はい、もし簡単に試してみたいわっていう方は20分1500円で行ってます。で、ちょっとこうテストしてみて、うん、いろいろとこう複雑なことが、うん、隠れているようでしたら1時間3800円で行ってますので、いろんな自分で気がつかなかった心配してる、1時間3800円、1時間3800円の方が得じゃないですか、はい、1時間の方が絶対お得だよ、ね、お得だよ、ね、はい、うん、本当に皆さんが気軽にやっていけるようにできるような金額設定をしておりますので、はい、よかったらお試ししてみてください。はい、お待ちしています、お待ちしています、はい、ではまた。